とりあえず痛いそんだけ。わがままって自分で分かってるけど、ちょっと触れるだけで泣きたくなる。情緒は今日も安定に不安定、グラグラしたらだいぶ効いてる。気配りなんてしてらんない、いつの間にか時は流れてる。神経質よりもいいんじゃない、放っておいていいものないけど。神経取りますまずい一本効果なし、最新の技術さっさと使ってよ。過去の過ち掘り返して、とりあえず今の満たしてよ。さあこういう曲ですよね。何を書くとこのお姉ちゃん神経を抜いております。無神経な女、アコーディオン姉小春。気を抜いたら顎外れそう、通った方がいいですよ。マジでマジで5年後10年後長い付き合い、寝ても覚めてもあれはいいかな。気配りなんてしてらんない、いつの間にか時は流れてる。神経よりもいいんじゃない、放っておいていいことないから。神経取りますまずい日本効果なし、最新の技術今だ原始的、過去の過ち取り除いたらとりあえずすり詰めて。これ取れると耳まで痛い、ゆっくり噛んでじらしプレイか、痛いの来ると思ったらはい終わり。シルバーシルバーメタルメタルセラミックセラミック、うー痛いクラウンクラウン、パラジウムパラジウム、ゴールドゴールド、ジルコニア保険適用がいい、地獄学保険適用ないカード使えません。お金があるならいくらでも後悔先に上がる。まずい最高効果なし、最新の技術さっさと使ってよ。過去の過ち掘り返して、とりあえず今どうにかしてよ。お大事になさってください。はいね、皆さん多分今頃涙拭いて、もうね共感共感の嵐ですよね本当にね。まあ次はね小春ちゃんの幼少期を歌ったね、こちらもしっとりしたナンバーお送りします。私の宇宙。
誰かの足跡だけ残る暗い部屋に光流れ星どの川に落ちてゆく一人私の宇宙っていう歌でした、はい、ね、この人もともと押し入れの中にこもって引きこもってね、本当にアコーディオンを小さい子からずっと練習 したりなんか工作をしたりとかして外の世界に全然出ない人間だったんですけど、まあそういうやつじゃないと楽器って上手くならないんですよ、ね、あなた別に上手くならなかった方でしょ。はい、ね、そうなのよ、ね、私もちっちゃい頃はこういうよね、あのお姉ちゃんの真似っこして弾いてたんですけど、やっぱ性格に合わなかったですね。合わないですね。あの外で遊ぶのが好きだったんで、はい、外に遊び行っちゃって全然続かなくてね。そうそうそう、もうそういう人は多分ダメなのよ本当に。そう、性格の全然違う姉妹で、仲良し姉妹でやってます、チャランポランタンです。はあ、はい。あれだよ、そろそろみんな仕事に戻りたいのよ。 あ、ほんとだ。ほら急げ。あら、ちょっと喋りすぎたし歌いすぎたかも。じゃあ楽しい曲チロッとやって終わりにしたいと思います。はい、皆さん貴重な、ね、お時間どうもありがとうございました。ここからはなんかゆるく踊ったりとか、手拍子したら私の声負けちゃうので、手拍子したい気持ちをこうやって感じで押さえていただいて、楽しく聴いていただければなと思います。